ネイサン・アンドリュー・ジョーンズは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、バトラー軍、バトラー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・ドジャース参加所属。2007年の MLB ドラフト5巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、6月13日に契約。契約後、アパラチアンリーグのルーキー級ブリストル・ホワイトソックスで、プロデビュー。 13試合に登板して0勝4敗、防御率5.13、42奪三振を記録した。2008年は A 級カナポリスインティミリターズで18試合に登板して1勝7敗、防御率6.83、71奪三振を記録した。8月に A 級ウィンストン製ワースホックスへ昇格し、2試合に登板した。二千九年は A 級カナポリスで開幕を迎え、 13試合に登板。2勝0敗1セーブ、防御率2.41と高騰し、5月に A 級ウィンストンセイダッシュへ昇格。A 級ウィンストンセーラムでは32試合に登板し、2勝1敗、防御率3.65、43奪三振を記録した。2010年は A 級ウィンストンセイでプレー。この年は、先発に復帰し、28試合に登板。 11勝6敗、防御率4.08、109奪三振を記録した。オフの11月19日にホワイトソックスとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2011年2月27日にホワイトソックスと1年契約に合意し、3月14日に A 級バーミングハムバロンズへ移動した。この年はリリーフに再転向し、 a 級バーミングハムで42試合に登板。2勝3敗12セーブ、防御率3.27、67奪三振を記録した。2012年3月4日にホワイトソックスと1年契約に合意。スプリングトレーニング中のプレシーズンゲームでは11試合の登板で、0勝0敗1セーブ、防御率1.54と高騰し、開幕ロースター入りを果たした。 4月8日のテキサスレンジャーズ戦で3番手として登板しメジャーデビュー。この年にデビューした選手の中では最多かつチーム内でマットソーントンに次ぐ2位となる65試合に登板し8勝0敗防御率2.39の好成績だった。2013年2月22日にホワイトソックスと1年契約に合意。この年は チーム内でマット・リンドストロームに次ぐ2位の70試合に登板し、4勝5敗、防御率4.15、89奪三振を記録した。2014年3月1日にホワイトソックスと1年契約に合意。開幕後は2試合に登板したが、アウトを一つも取れず、4月4日に左電部の故障で15日間の故障者リスト入りした。 5月3日に60日間の故障者リストへ移動し、5月5日に顕微鏡化用追い看板ヘルニア的出術を行った。7月29日にはトミー・ジョン手術を行い、残りの試合を欠場した。2015年1月15日にホワイトソックスと66万ドルの1年契約に合意した。この年は19試合でマウンドに上り、防御率3.32をマークした。 19.0イニングで三振を27個奪って、自己ベストの脱三振率12.8を記録するなど、一定の復活ぶりを示した。2016年は、アメリカンリーグ7位タイ及び、チーム1位の71試合に登板した。5勝3敗3セーブ、防御率2.29、28ホールド、ホイップ0.89、脱三振率10.2という自己最高級の、 好成績を残し、完全復活を果たした。2017年は、シーズン開幕前の2月9日に第4回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。シーズンでは、右ヒーちの手術を受けた影響で、11試合の登板にとどまった。 2019年7月31日にマイナー選手2名とのトレードでインターナショナルボーナスプール及び金銭と共にテキサスレンジャーズへ移籍した。オフの10月31日に FA となった。2020年1月14日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。7月22日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。9月22日にリーフとなり。 25日に FA となった。2021年2月9日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月1日のフィラデルフィアフィリーズとのシーズン開幕戦に登板し、ブレイブ水跡後初出場を果たした。五月七日に、 ディーフとなり、10日に自由契約となった。2021年5月14日に、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、参加の AAA 級オクラホマシティドジャースへ、配属された。5月21日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。6月13日に、ディーフとなり、19日に、マイナー契約で、AAA 級オクラホマシティへ配属された。 方眼投げのような独特なテイクバックが特徴。スリークォーターから最速101.1マイルパワー、平均97マイルパワー程度のツーシームと、決め球である88マイルパワー程度のスライダーの2球種を中心に使用し、稀に76マイルパワー程度のカーブ、86マイルパワー程度のチェンジアップなども使用する。 2012年の速球の平均球速は97.6マイルパーアワーで50イニング以上投げた投手ではケルビン・ヘレーラ、アロルギス・チャップマンに次ぐ3位に入った。しかし2014年のトミー・ジョン手術からの復帰以降の最速は2015年の99.7マイルパーアワーで100マイルパーアワー以上は計測していない。ありがとうございます。